異世界魔法は遅れてる。は、ドイツ児不正命による日本のライトノベル。もともとは、小説家になるうに手2013年8月より、連載され、オーバーラップ文庫から2014年に書籍化された。イラストは秘密シーズ、猫鍋屋を、ユうが担当。2021年4月時点で、電子版を含めたシリーズ累計発行部数は120万部を、突破している。 2016年12月には、オーバーラップが新たに創刊したウェブコミックサイト、コミックガルドにて、コンタによる漫画版の連載が開始されている。異世界召喚ファンタジーは、主人公たちが異世界に召喚されたことで、その世界独自の魔法やスキルといった元の世界には、なかったチート能力を発揮できるようになるのが、お約束展開であり、主人公の友人である勇者もそのパターンを、 踏襲している。しかし、本作の主人公は、女神から勇者の力を与えられなかったものの、それを上回る魔術師の能力をもともと備えていた。本作における現代社会は、一般人から魔術は存在しないと思われているが、実際には、人知れず頂上の力を受け継いだ魔術師たちが多数存在し、それぞれの派閥に分かれて、 戦いを繰り広げることで技術が磨かれ発展をしている。本作の舞台となる異世界は魔法が公然と存在する代わりに一系統の術しか存在せず改良されることがないため、科学技術が中世レベルなのと同様に魔法技術も現代の魔術に比べて遅れたものになっており、主人公は自分を中レベル程度の魔術師と認識しているが、この世界の魔法使いと比較すれば、 比べ物にならないほどの実践的な能力を備えている。そのため、タイトル通りの異世界魔法は遅れてる。状況となっている。発見水明、シャナレイジ、安納ジュの三人は突如、宮廷魔導士フェルメニアスティングレイの異世界転移魔法により、アステル王国に呼ばれたのだが、本来はレイジだけが召喚されるはずであったという手違いが発生。魔王。 ナクシャトラと戦って欲しいとアルマディアウスルーと、アルティス国王と、その第二子のティータニアルーとアステル王女から頼まれるが、お断りします。ときっぱりと断る水明。だがレイジは心よく了承し、反論する水明は、彼の安受け合いに呆れ、自分だけでも元の世界に返して欲しいと頼んだが、元の世界に返す魔法は存在しないときっぱり言われ、ふざけんな。 と王の越見の間に怒りの声が響き渡るのであった。そして水明は元の世界に帰るため書物や召喚の儀式の間に描かれている魔法人などを調べ回る。それを不審に思ったフェルメニアが水明を追跡、同時に魔法に関する知識を持っているとも感づいていて庭で水明と決闘するまでに至るが彼の規格外な魔法に惨敗する。声は ドラマ CD の声優、トイツジ不正の地、ヒミシーズ、ネコナベアを言うペー、異世界魔法は遅れてるオーバーラップ、オーバーラップ文庫、機関休館トイツジ不正の地、コンタ、異世界魔法は遅れてるオーバーラップ、ガルドコミックス、機関休館、ありがとうございます。